皆さんこんにちは、ペーストでございます。ここ大将軍で戦う三国志2シナリオ5の20回目でやっていきましょう。では行きましょう。いざ長安へ。よいしょ。2000残し2466、はい。でここも10万残します。499173、はい、いってらっしゃい。でここはね、誰にしよう。剣眼さんにしよう。ほい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 。お、チョコさん来た。あ、こっちさん勝手に受けた。あ、これはこっちさん強いわ。燃やしまくって、ああ来た。おお、砦に火をかけられてしまいました。色が硬い。わあ、めっちゃ減る。さあ、せやな、勝
さんが武装度低いんよね。ああ、ここまで燃えてるんですか。ソラカンテ。ああ、結構削られたな。やっぱり武装度も大切よね。チョコさん、よいしょ、はい。トッシュさん、加工和さんやねんね、ここでは。加工家さんとはね、まあまあ、読み方は自由ですからね。チョウロさんのとこ残ったんやね、せい。ね。あ、全然足りん。なんで1やね。もう、入ってなかった。もう間違えて、ゼロと間違えてない。よく押すんですよこれも。まあこんなもんかな。はい。で、炎鵬さん、過去遺産は動けるけど、過去計算とかはダメね。動かせる人からね。
と、あとは治水。ダメか。もう55で56はダメなんね。ああ、またお金、お金中とか。ああ、いかんねえ。あれ？ああ、開発じゃない。治水やん。ああ、やってもうた。もう。ああ、待て。10やっちゅうね。無駄遣いしてるわ。体がね、なんか、9ばっかりやるの覚えてる。
たいんだけど、まあまあしょうがない。で、今度は開発ね、100ずつ。はい。ああ、結構金入りましたね。承認はいいね。ああそうか、投資さん動けばよかったね、長領さんに。それか本国来た時に変えよう、ここは。まあ、後で、徴兵プラスっていうところかな。あ、あっちへ行った。では、今回はこの辺で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。